はようございます。お母さん、どうしたの？何かあった？はーい。でも、本当にどうかしたの？事務所でそんな風にため息ついてるの珍しいかも。モデルが見つからない？なんで？事務所の子ならたくさんいるのに。わあ、かっこいい。あ、でもかっこよすぎて確かに似合う人いないかも。マリカのお友達もマリカと同じような服が好きな子が多いからな。この衣装すっごくかっこいいけど、マリカにも似合わなそう。リカとサオリもイメージ違うし。あ、お母さん、マリカ、この衣装が似合いそうな子知ってるよ。お仕事はしたことないかもだけど、多分大丈夫だと思う。電話してみるからちょっと待ってね。ということなの。それでね、ダリアにお願いできないかなって思って。なるほどね。それで私を事務所に呼んだんだ。いきなりだったから何事かと思ったよ。お仕事頼みたいって電話で言わなかったっけ？言ってなかったね。キャー、ごめんね。でもどうかな、ダリアだったらこの衣装絶対似合うと思う。それにダリアってスタイルもいいし、ダンスで人に見られることにも慣れてるからいけるんじゃないかなって思って。それは褒めすぎ。本職がモデルのマリカに褒められるとさすがに照れくさいよ。本気でそう思ってるのにな。じゃなきゃ事務所に呼んで、お母さんじゃなかった、社長に会ってもらわないもん。それともダリア、モデルに興味ない？うん、実はいいなって思ってる。この前シンガポールでマリカが撮影したのを見たとき、すごいなって思ってた。それで興味があって。ダリアにそう言われるとマリカも照れる。ただ私、目つきが悪いって言われたことがあるんだけど、そのあたり大丈夫かな？そういえば、それで写真が苦手って前にも言ってたっけ？マリカはそんなの思ったことないけどな。だから大丈夫ね、社長。ダリアどう？絶対いいでしょ？はい。ダンスオーディションって、ああ、ありましたね。はい、参加してました。ありがとうございます。ただあれは落ちたので。ありがとうございます。それよりダリアにモデル頼むのどうってば。そうだね。モデルの先輩としてよろしく、マリカ。というわけで、ダリアのモデルデビュー&ダリアと
マリカの初一緒の撮影を祝して乾杯。ちょっとちょっと、リカ、それでリカが温度を取るのはおかしいでしょ。だって嬉しくない？嬉しいからこそこうやって集まったけど、そこはダリアが言う方がいいんじゃない？確かに。ダリア奪っちゃってごめん。さあさあ、意気込みとかいろいろどうぞ。いや、そこまでは。デビューって言ったって今回はたまたまだし。でもお母さん、場合によってはうちに所属させたいって言ってたよ。マリカもダリアと一緒に撮影できるの楽しみ。マリカの事務所ってマリカのお母さんが社長なんだっけ？そうだよ、社長兼マリカのマネージャーなの。お母さん、なんだかマリカと似てたよね。顔がとかじゃなくて性格とかノリとか。そうかな。ねえねえ、とりあえず乾杯しようよ。そうだった。じゃあダリアがしないならマリカが行っちゃうね。ダリアのモデルデビューを祝して乾杯。乾杯。だからデビューってほどじゃないって。でもでも、ダンスがあれだけ上手かったら、それこそ雑誌とかテレビとかそういうのから取材とかなかったの？ああ、ありそう。なかったよ。あ、でもやっぱりあるんだ。昔テレビのダンスオーディションを受けたことはあったかな。優勝したら海外デビューさせてくれるって企画で。海外デビュー？すごっ。それってブロードウェイとかってこと？そう。まあ落ちちゃったけどね。ダリアが？うん、あの時優勝してたら今頃はブロードウェイデビューしてたかも。審査員絶対見る目なかったんだよ。リカったらお母さんと同じこと言ってる。そういえばマリカのお母さん、あのオーディションのことを知ってたんだね。私が参加してたのも知ってたし。ああ、それは芸能事務所の社長だもんね。そういうのいろいろチェックしてるよね。うん、落ちた私のことまで覚えてくれてたなんて驚いたよ。それくらいダリアのダンスが上手かったってことだよ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、高校生の時だったし実力はまだまだだったから自分でも分かってる。高校生の時にそんなオーディション受けたの？ダリアの行動力本当にすごい。テレビに出たことあるなんてダリアったらすごすぎ。一回だけだし結果も残せてないから忘れてよ。でも、そうだよね。その時にダリアが優勝してたら、こうやってマーメイドとして一緒にもできなかったわけだし。ってことは、審査員の見る目がなくてよかったくない？いやいや、そんなことはないでしょう。うん、今じゃ落ちてよかったって思ってるよ。中途半端な実力で海外に行ってたら、きっとダメだっただろうし。それに私もマーメイドの一員になれてよかったから。ダリアー、よーし、マーメイドになれてよかった記念で今夜はたくさん飲もう。趣旨変わってない？細かいことは気にしない。結局みんなと朝まで一緒に過ごしちゃったな。騒いだせいかなんだか目も冴えちゃった。あの時の録画まだ残ってたっけ？あった、オーディションの時の映像。懐かしい。緊張が顔に出ちゃってるな私。動きもぎこちない。そりゃ落ちるよね。
それにしてもこうやって改めて見るとダメな部分とかよくわかって、恥ずかしい。もう見るのや、あれ？今一瞬映った廃車席に、まさか。早戻しして、もう一回。やっぱり、ここに映ってるの、マリカだ。そっか。だからマリカのお母さん、このオーディションのこと知ってたんだ。娘が出たオーディションとなれば、忘れないよ。だけど、どうしてマリカが？もともとダンスをしてた。それに、自分もオーディションに出てたって言わなかったってことは、隠したいってことかな。優勝者は海外デビューへの後押し。マリカもそれを狙って。はーい。はい。控え室も一緒でよかったね。おかげで待ち時間もダリアと楽しく過ごせそう。私も一人よりマリカと一緒の方が緊張しなくて済むからよかった。ダリアも緊張するんだ。さすがにね。全然そんなことないかと思った。モデルのお願いした時も、リカと沙織と飲んだ時もそんな素振りなかったし。でもリカも沙織もすっごく喜んでくれたよね。あの時の飲み会楽しかったな。ダリア？え？あ、何？すごく緊張してる？いつもだったらもっと喋ってくれるのになーって。あ、それは。マリカ、もしかして無理にモデル誘っちゃったかな？うん、そんなことない。誘ってくれてすごく嬉しかった。これは緊張と、あと。あと？実はこの間、オーディションの時の映像見直しててね。そこにマリカを見つけたんだ。え？だけどマリカ、何も言わなかったから、秘密にしておきたいんだろうなって。だから気にしないようにしてたんだけど。ごめん。やっぱり気になって。そうだったんだ。ああ、気づかれちゃったか。ごめん、知られたくなかったよね。そういうわけでもなかったような、そうじゃないような。あ、でもダリアに何も言わなかったのは、ダリアがあのオーディションに出てるってマリカも知らなかったからだよ。そうなの？うん。あの時は一次予選で落ちちゃって、ちょっとブルーになってたから、周りにどんな子がいるとか全然頭に入ってこなかったんだよね。ダリアもマリカがいたって知らなかったでしょ？うん、人数も多かったしね。だからこの間事務所でお母さんと喋ってる時に、ダリアもいたんだって知ったんだよね。だけどその後言うタイミングも逃しちゃった。だってダリアと違ってマリカは一時落ちだから、言うのもなんだか恥ずかしくって。わかる。私も落ちたことに変わりはないから、自分から言うのはちょっとね。ねえ。だけど不思議な縁だね。マーメイドより先にそっちで実は出会ってたなんて、運命みたい。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。は、今日のカメラマン田中さんだ。
田中さんと仕事するの楽しいから好き。それじゃあダリア、行ってくるね。マリカ、頑張って。前に撮影を見た時も思ったけど、やっぱりマリカすごい。表情もポーズもくるくると変わる。似たようなポーズでも絶対に同じにはしてない。それに堂々としててつい見入っちゃう。私に同じことできるかな。はーい、ありがとうございました。次は私の番。ただいま。次はダリアの番だね。ってダリア、何してるの？心を落ち着かせるツボ押してた。じゃあマリカも押してあげる。キュー。ダリアなら大丈夫だよ。そうじゃなかったら私ダリアに声かけないもん。あの衣装ダリアにぴったり。ううん、ダリアのためにあるみたい。だから自信持って。マリカ、ありがとう。はい、とりあえず目に力が入りすぎないようにしないと。バーのお客さんに怖いって言われたこともあるし。はい、ダリア、ファイト。え、強くですか？こうですか？力すごい。あの目を見てるとなんだか吸い込まれそう。かっこいい。それじゃあダリア、今日はお疲れ様でした。マリカもお疲れ。どうだった？初めてのモデル。緊張した。でも楽しかった。カメラマンさんも褒めてくれるし。ううん、田中さん褒めるの上手だよね。世界一可愛くなったみたいな気持ちになっちゃう。撮影してる時のマリカは本当にそうだったよ。本当？ダリアにそう言われると嬉しい。自分でやってみて改めてマリカってすごいんだなって思った。ポーズとか表情とか、私は指示をもらってって感じだったけど、マリカは何も言われなくても求められてるものをすぐにこなせてたから。それは慣れだよ。ダリアだってすごかったよ。あれが初めての撮影だなんて思えないくらい堂々としてて。それにマリカにはない魅力がたくさんあって羨ましいなって思っちゃった。羨ましい？うん、キュンとしちゃう目力とか。キュン？私の目が？そうそう、もうキュンキュンってするよ。今日だって田中さんに目力褒められたでしょ。私の目なんて怖いだけかと思ってた。怖くないよ。むしろいいなーって思うもん。マリカも目力欲しいなー。あとはほら、メイドさんになった時のあの雰囲気とか、マリカにはとても出せないよ。雰囲気ね。あれ？
ありがとう、マリカ。そう言ってくれて。でも、マリカはとってもキュートじゃない。私もマリカみたいになれたら、きっと楽しいんだろうな。ダリアは、今のダリアがかっこいいよ。それを言うなら、マリカも、今のマリカがかわいいよ。じゃあお互い、このままが一番いいのかも。すみません、おかわりください。私もおかわり頼めるかな。それでね、お母さんたらいつも、もうマリカったら、もうマリカったらってうるさいんだよ。そうだねえ、マリカ、聞きたいことあるんだけど、いいかな？え？何？私、ブロードウェイで踊るのが夢なんだ。そうなの？でも、ダリアだったら納得。だって、すごく想像できるもん。ありがとう。で、私はそうなんだけど、もしかして、マリカも海外デビュー狙ってるの？ああ、もしかして、あの番組のこと？うん、やっぱりそれって、モデルとして？ふふふ、ぷっぷー、はずれー。え、そうなの？それじゃあ、どうしてあの番組に？ダンサーになりたくて、じゃあないよね。それはね、ダリアになら教えてもいいかな。私ね、女優さんになりたいの。女優？うん、しかもただの女優じゃないよ、映画女優。へえ。意外？そうだね、てっきりパリコレとか世界的なモデルになりたいんだと思ってたから。それで海外デビューのためにあのオーディションに出たんだろうって。でも素敵な野望だね。素敵？無謀とか無理とか思わないの？思わないよ、だってマリカだもん。そっか。でもその夢、どうして今まで秘密にしてたの？別に秘密にしてたわけじゃないけど。ほら、マリカの今のお仕事ってモデルが多いでしょ？だからそういうイメージもついちゃってるし、それならしばらくはそうしておこうかなって。なるほどね。活動をするとどうしてもイメージってあるもんね。どうして映画女優になりたいって思ったの？よくある話だよ。昔見た映画に感動してね。それでマリカも誰かをこんな気持ちにさせたいなーって、ワークショップに通って勉強したり、事務所に入ったのも最初はモデルじゃなくて映画女優になりたくてだったんだ。そうだったんだ。そうなの。お母さんに頼んでね。お母さん、実の娘だからってプロの世界に入りたいなら容赦しないって。全然優しくなかったな。でもそれもある意味優しさじゃない？本当にプロとしてやっていきたいなら甘えさせるわけにはいかないっていう。うん、そうだと思う。じゃあ、あのオーディションを受けたのはハリウッドを目指して？もしかしてシンガポールの撮影とかも将来は海外進出することを見越してお母さんが撮ってきたとか？それもあるのかな。海外でのお仕事もできたらいいなとは思うんだけど、やっぱり難しいかなって思ったりもするんだよね。そうかな。私はマリカならその野望を叶えると思ってるよ。
本当？マリカ、撮影の時言われる前にいろいろな表情やポーズを自分で考えて使い分けてたでしょ。あれって見方によっては演技じゃない？そうなのかな。あんまりそういう風に思ったことなかったんだけど。だってセリフもないのにいろんな女性になりきって、しかもそれをちゃんと演じきってるわけでしょ。だから私はマリカには演技力があると思うし、映画女優を目指してるって言われて、マリカならなれそうって納得した。マリカ、自分じゃ気づいてなかったけど、もしかしてモデルのお仕事もすごく女優への道の助けになってるってことかな。かもね。マーメイドとしてのマリカも、モデルとしてのマリカも、映画女優を目指すマリカも、全部サイ&コーなマリカだよ。だからどんな夢でも叶えそうって思うんだ。それにマリカの夢の話を聞いてなんだか嬉しくなっちゃった。嬉しいってどうして？私と同じで大きな夢を目指してるんだなって。そんなの応援したくなるに決まってるじゃない。ダリア、私だけじゃなくて、きっとリカとサオリも同じこと言うんじゃないかな。そうかな。そうかも。きっとリカはマーメイドの海外進出だとか言って、ダリアもサオリも巻き込んで一緒についてきちゃいそうだね。それもそうかも。でもそういうところマーメイドらしいよね。うん、らしいらしい。は、新しいの頼んでたんだった。ありがとうございます。ねえマリカ、乾杯しよっか。私とマリカの大きな夢に。ダリアったら酔ってる。でもいいよ、私も今乾杯したい気分。それじゃあ乾杯。今日はありがとね、ダリア。モデル引き受けてくれて本当に助かったよ。こちらこそ、とってもいい経験になったよ。また必要なら呼んでほしいな。もちろん。ちゃんとお母さんに伝えておくね。あと、それと。ん？ううん、何でもない。おやすみなさい。おやすみ。ダリア、気づいてたかな？マリカの映画女優になりたいって夢、本当はもう諦めてたこと。女優になりたくていろんなオーディションを受けたけど全然うまくいかなくて、海外進出を狙って受けたダンスオーディションも一時で落ちちゃって、お前には女優になる才能も夢を見る資格もないんだって言われてるみたいだった。それからはモデルのお仕事を始めて、そっちで海外に行けたりして頑張ってきたけど、モデルのお仕事はもちろん楽しい。でも今日ダリアと話して思った。マリカはやっぱり、ただいま。ごめんなさい、ダリアと一緒だと楽しかったんだもん。それにせっかくダリアのモデルデビューだったし、たくさんお祝いしたくって。あう、言ったよ。ダリア、いい経験になったから、また機会があったら呼んでください。だって、マリカも
ダリアと一緒にお仕事できたら楽しいかも。でもダリアはダリアで夢があるからな。あのね、お母さん、マリカね、また映画の女優さんのお仕事挑戦してみたいの。うん、あの時はオーディションに落ち続けて自信もなくなって、それでもう諦めるって言ったけど、でもやっぱり私、それはね、大丈夫。もうマリカ、あの時とは違うもん。モデルのお仕事と、マーメイドと、それに、リカやサオリやダリアのおかげでね、とっても強くなったから。わかってる。それはもう、思い知ったもん。だけどね、だからこそ今、とてもやってみたい、挑戦してみたいの。ダメかな。お母さん、ありがとう。うん、頑張る。マーメイドもモデルも映画女優も。でしょ。でも、もしかしたらお母さんより欲張りかもしれないよ。それじゃ、マリカ、お風呂行ってきます。どうしたの？私は止めたのに、リカったら。学校中走り回るんだもん。疲れた。だって早く見てもらいたくて。じゃーん。それ私とマリカが載ってる雑誌？私のでよかったら。やったー。え、いいの？だったら、その…沙織だって二人のサイン欲しくて、私と一緒に探してたくせに。ちょっとリカ。そんな遠慮しなくても。さあさあ、同じマーメイドなんだから。マリカとダリアが載ってるページ全部にサインしちゃうよ。マジで？じゃあ書いて。リカはもう少し遠慮した方がいいんじゃない？でもそんなとこがリカらしいよね。マリカね、ちょうどペン持ってるよ。どのあたりにサインしたらいい？マリカはね、ここで、ダリアはここに欲しい。こっちのマリカはすっごく可愛くて、ダリアはかっこいい。特にダリアのこの目。それは私も思った。引き込まれちゃいそうっていうか。これカメラマンさんにもっと目力強くしてって言われたんだよね。怖くなっちゃうんじゃって心配したんだけど。全然かっこいいよ。ならよかった。
じゃない？ほら、海外のダンサーにも興味あるって言ってたし。ありがとう。でも今のところ一人で海外に行くつもりはないかな。ね、マリカ。え？ダリアったら、映画女優になりたいって言ったマリカを無謀だって笑う人もいたし、あの時はやっぱりそうかもって思ったけど、今は実現できる気がする。映画女優もモデルも、もちろんマーメイドも、マリカの夢全部。リカたちを見てるとそう思うの。なんでだろう。そうだよね。行くならみんなと一緒に行きたいよね。おお、マリカいいこと言った。やっぱり夢はできたくだよね。海外進出とか、あ、シンガポールとかならいいかな。サオリったらほんと、この間の海外旅行が気に入ったんだね。だってみんなとの海外旅行結構楽しかったから。そうだね。次はどういう形でみんなと海外に出られるのか楽しみかも。うん、楽しみ楽しみ。よし、それじゃあこれからいつものファミレスに行ってマーメイド海外進出計画を会議しよう。賛成。